こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。今日のリーディングは、はい、明日ねオンラインライブがあります。 BTS についてね、見ていきたいと思います。以前ね BTS について見させてもらって、で結構楽しかったしね、見てくださってる方も多いので見たい見たいなって思ってたんですけれども、なかなかこれだっていう感じでねテーマが浮かばなかったので、あのタイミングを待ってました。はい。で、明日ね、私も見るのでっていうような感じでね、今 BTS どんな感じみたいな、 How is LA みたいなね感じで、見ていきたいと思います。はい。今日はいつものねタロットカードと、あのボラカラーのね、はい、こちらのムーンオロジーをね、使っていきます。はい。では、早速ね見ていきたいと思います。注意事項というか、本当に普通にあのエンターテインメントとして、あの私の個人の見解ですので、楽しんで見ていただけたらいいなと思います。あ、そういう考えもあるんだなぐらいのね感じで、見てください。はい。本当にあのご本人様とは何の関係も全くございません。はい。まあ質問等はあの受け付けさせていただくんですけれども、本当にねそれってどうなんみたいなことはちょっとあの私は私の考えでございますのでという感じで、はい、ご理解いただけたらと思います。はい。それでは早速ね見ていきます。まず BTS 全体どんな感じなのかっていうのでね、見ていきたいと思います。はい。 BTS の今の現状、そして、どう思っているのか、はい、グループ全体でね、はい、でその性質ですね、どういう感じなのか、で、今後、まあ、どんな感じになっていくのか、で、まあ、後ほど結果をね見ていきたいと思います。はい。では、現状ね BTS 全体のね今の現状というのはどんな感じなのか。はい。イオンの逆位置再生なんですね。まあ変わっていっているこの世の中、なんか多分そのコンサートにしてもね、皆さんにやっと会えた嬉しいっていうのはあると思うんですけど、ご本人たちもねおっしゃってたと思うんですけれども、マスク越しなのでちょっと表情が分かりづらいとかで、なんかやっぱりこうあの全盛期というか以前のようにはまだなんだなっていうのをやっぱり実感されていて、まあいい変化があるんだなっていうのももちろんね、嬉しく思っていらっしゃるんですけれども、それ以上にどうしてなんだみたいなねあの時のように戻りたいっていう方が強いというか、なんかそんな感じがねすごいしますね。まだまあ受け入れられていないというか、本当にねあのまあ再生しているっていうことはねすごい分かっているんだけれども、どうしても新しい、世界なんだなっていうことを、あのちょっと寂しくというかね、やっぱり名残惜しい、なんかね、そう本当に以前、にはもう戻れないのかなっていうような気持ちに今なっている。まあちょっとこう複雑な心境って感じですよね。いろいろあっての、やっとできたコンサートでもなんかやっぱりしっくりこないことはあるよねみたいなね。そう、あの時のこの気持ちには戻れないのかなみたいな。はい。あ、でも悪い気持ちは全くないです。本当にそんな感じなんですよね。はあみたいな。はい。で、
どう思っているのか、うん、グループ全体でね、はい、BTS は今どう思ってるのか、あ、いいですね、うん、もうやっぱやる気満々、うん、もうできることは何でもやりましょうみたいなね、やっぱりこう、まあ、社会的なこと、うん、はい、まあ仕事ですよね、今やられていること全部が、もうそれ全部をもう本当にやるぞやるぞやるぞみたいな感じでいい感じ、うん、いい感じなんですよね、やる気満々でやろうとしています、うん、そう、エネルギーいっぱい、やる気いっぱい、はい、ですね。で、うーん、やっぱりこう、まあインタビューでもねあったように、アジアのこういろんなねあるじゃないですか、差別だったりとかそういう偏見だったりとかっていうのを、まあリーダー的なね、うん、筆頭になるために、うん、やっぱりそのなんだろう、リーダーとしてあるべき、うん、ようにやっていこうみたいな、本当にしっかりやろうみたいなね、しっかりちゃんとやっていこうねみたいな、なんか本当にあの心から、うん、さあやるぞやるぞみたいな感じで、うん、あ、そうやってしないからしないといけないかなとかじゃなくて、本当にそうやるぞおーみたいな、うん、本当になんか体育祭ぐらいの情熱で皆さん本当に世界に対してこう向かっていってるっていうような感じなので、なんか本当に純粋なパワーエネルギーでやっていらっしゃるんだなっていうのが分かります。なんかそこまですごくなっていくと、やっぱりこうなんかいろんなダークな不純な気持ちってねあるかなと思うんですけれども、全然ないですね、うん、本当になんか素敵ですね、はい、もう本当に未だにもう青春真っさだなか、はい、わからない、まあ、はい、もう真っ最中って感じですね、はい、で、性質、はい、そう思っている性質ね、どんな感じ、うん、の性質なのか、いいの出ましたね、運命の輪なので、本当に自分たちで自分の人生を手に入れていく、うん、もう掴んでいくみたいな、だからね、この今めちゃくちゃね大変だと思うんですよ、いろんなものを背負ってやっていくっていうのね、でもそれ以上にやったるぞみたいなね、うん、こうやって やっていくことによって、自分たちにとって、うん、そしてその自分たちが背負っている、ね、リーダーとしてをやっている、うん、全てにとってその運命を掴んでいけるというか、なんかこう本当に生まれ持った使命を全うするために、しっかりとやっていく、うん、その過程であるっていうことをよく分かっていらっしゃるというか、はい、うん、本当になんか難しいことなく、やらなくてはいけないこと、あの自分たち世界にとって、やるべきことをやっていくみたいな感じなんですよね、うん、本当に濁りのない、はい、うん、それによって世界すべてのまあバランスが良くなっていったりとか、なんだろう、循環が良くなっていくというか、本当にすべてを良くしていくっていうことを分かっているから頑張ってやっていくみたいなこともね、はい、伝わってきます。すごいですね、うん、本当に今みんなとってもいい感じでや、はい、活動されているのがよくわかります。で、今後ですね、はい、今後どうなっていくのかを、3のカードはあのタロットの中で一番いい意味を持ってるんですけれども、それがね反対で出てるんですね、まあいいカードのなので全然問題はないんですけれども、うーん、なんだろうな、もう全部 BTS ってやっぱり持つべきものすべて揃ってるんですよね、富も地位も名誉も、うん、そうなんだけれども、やっぱりその分
心の焦燥感っていうのかな、なんかやっぱり同じ人間ですのでね、どれだけ自分のその身の回りがね恵まれていても何かやっぱりこう満たされない気持ちってありますよね。なんかそれはまあそこがねやっぱり人間としてちょっとあのいろんな複雑な思いになることはあるみたいな今後が出てるんですよね。ちょっとだから疲れちゃう感じがするんですよね。だからこのアメリカの活動が終わったりとかの後はまあその兵役の件とかもありますし、なんかねすごく疲れてしまう、なんか自信をなくしてしまうというかそんな感じになりそうですね。だからまあそのそれだけ今パワーを使ってなんかこう成し遂げちゃうんじゃないですかね。歴史を変えるぐらいのパワーを使っちゃうんじゃないでしょうかね。なのでまあ一旦ね今後疲れるターンには入るんだけれども、まあ蓄えターンかな。だからちょっとあれ最近不調かなみたいな感じに今後BTS がなるかもしれないんですけれども、それは今一生懸命使ったからで、そして一旦蓄えてまた次に次の試練に行くための蓄え期みたいな感じなので、あのなんかそういうちょっとあれみたいなことがあっても心配しなくて大丈夫ですよみたいな感じですかね。で、はい見えます。で、まあ皆さんね気になると思うんですけど、メンバーそれぞれのね、心境というのね気になると思うので、それをねこちらのカードで、このボラボラカードで見ていきたいと思います。紫月カード、なんかあのそんな感じで選んだわけじゃないんですけども、 BTS のね見るぞって言った時にこのカードがね、これめっちゃ BTS じゃんと思ってでは、1枚で1人ずつ、どんな感じなのか見ていきますね。どうしようかな、全部出していこうか。ナムさん、ジンくん、シュガさん、ホビちゃん、ジミンちゃん、テテちゃん、ジョングクさん、で、見ていきますね。ではどっちから行こう、こっちからかな。じゃあジョングクさんから行きましょうか。ジョングクさんの今、ラストクォータームーンインジェミニ、クリアヨアマインド、めちゃくちゃ紫ですね。まあ、あぐらをかいて素敵な景色を見ていらっしゃるので、とてもリラックスしていますね。なんかね、ゾーンに入っている感じっていうのがするんですよね。やっぱりコンサートね、大好き、ライブ大好き人間。もうね、そのために生まれてきたというようなね、ぐらいの、まあ一番、多分そう、ファンとの接触も大好きですし、動くのも大好きですし、多分ジョングクさんにとってライブってね、こう本当に特別なものだと思うんですよね、コンサートっていうのは。なので、まあ自分のいい感覚にね、本当にこうチューニングできるというか、できている状態今。そう。なんかね、ほんで、LA、は、すごい山もあるし、海もあるし、とても自然に囲まれて、まあ、韓国もそうなんですけれども、まあ、大地がでかいので、その分やっぱりちょっとこう、パワーもね、大きく感じると思うので、で、まあ、ジョングクさんね、タトゥー入れたり、ピアス入れたりとか、結構まあ、アメリカのね、カルチャーとかも好きだと思いますので、すごい今、めちゃくちゃ、魂的にいい感じ、
なのがもう本当にね、自分で分かっているんじゃないのかな。なんかね、常にもう、奇跡、魔法が起こっている感覚に、なっているんじゃないかな。なんか最近ね、やっぱり、更新多いじゃないですか、みんな SNS のね。なんか、まあそんな感じ、すごいこう、楽しんでいらっしゃる。もちろんね、ソウルにいるのって落ち着くと思うんですけど、家にいて落ち着くのと、やっぱりこうね、旅行に行って、こう気持ちが高ぶるのと、また違いますので、なんかそっちのね、その、こう、なんか自分のこのときめきとかね、心のあったかさを、まあ再確認できているというかね、魂を思い出したみたいな感じがします。はい。本当に今ね、本当にいい感じですということなので、本当に楽しんでいらっしゃる感じがします。はい。で、次、ててちゃんですね。ててちゃんの今、お、紫。さすがですね。ファーストクォータームーンアクエリアス。はい。trust the universe。はい。わあ、いいですね。トラストユニバース。この間ね、コールドプレイさんとの楽曲もね、ユニバースでしたけれども、まあ BTS ね、本当に宇宙、そういう宇宙を信じるとか、なんかそういう、まあ宇宙とつながるとか、そういうね、教えを発信していらっしゃるじゃないですか、楽曲でね。で、多分その瞑想とかそういう、まあスピリチュアルというのか、なんかこう哲学というのか、そういう学びをね、多分 BTS 皆さんしてると思うんですよ。あのメンタルケアとかそういうのでね。で、やっぱりこう今、それを本当に実感できている、そう、なんかそういうワークをね、いっぱいしてやってきたことが今本当に全開になっているというか、本当にこうリラックス、落ち着いていらっしゃいますし、ね、ラベンダーがね、一面に広がってるので、ラベンダーはね、本当にもうリラックスって感じですし、なんか今までこう、いろいろ積み重ねてきたことが今、やったーみたいな、やっとついにみたいな、感じで、ね、本当に、気分のいい感じ、ですね。解放されてますね。そう。だから、自分が信じていたこの全ては、本当に信じていいものだったんだな、みたいな、感じ。そう。だから自分のことも、ファンの皆様のことも、この世界のことも、信じていていたからこそ、こうやってまたみんなとお会いできることができたとかね、そう、ライブをできること、になったとか、なんかこう賞もたくさんもらえることになったとか、なんかそんな感じで、やっぱりこう信じるって大切なんだなみたいな、はい、感じですね。はい。だから本当にもういいですね。いいですね、本当に。ね、次ジミンちゃんですね、見ていきます。はい。あ、さすが、さすがっていうかジミンちゃんはね、お水なんですね。めっちゃ綺麗だな、これ。なんかすごい感動しちゃった、急に。このカードね、普通に引いたりするんですけれども、やっぱりこう、見てる対象が全然違うと、意味もね、全然変わってくるので、すごい伝わってくるものが違いますね。はい。ニュームーン・イン・パイシーズ。アチューン・トゥ・ダ・ダイビン。ディバイン。はい。ディバインって何だったっけな。でも本当にこのね、お水がね、滝があるんですけれども、すっごい穏やかな流れですし、すっごい綺麗ですし、なんかこう壮大というか、落ち着いてる穏やか。なんか本当にジミンちゃんの、性格を、感じます、ここから。伝わりますかね。なんかね、このキラキラとしたのから、なんかすごい迫力を感じたんですけれども、で、アチュンチューダディバインっていうのは、まあ神とチューニングするみたいな、アチューン、なんかこう合わせるというか同調する、みたいな感じなので、
なんかね、そのだからまあ信じていたもの、に本当にこう合わせていけてるというか、そうですね、表現がねちょっとねこう神とか出てくるとなんかね難しくなるんですけれども、まあ BTS の皆様にとっての神っていうのは自分自身もそう、自分自身も神ですし、アーミーの皆様も神ですし、なんかなんていうのかな、君は僕、僕は君みたいな感じで、私たち、私も BTS もどちらもね神なんですよ。なんかそんな感じでこう調整、こうやっぱコンサートしたりとかでこう皆様とやっぱりこう触れ合えたことによって、自分たちの、まあ、神、に、まあ、神聖なものかな、自分の心の中の神聖なもの、にやっぱりこうチューニングできてるとか、そこに、まあ、感覚が寄っていくというか、はい、そうですね、なんかね表現が難しいんですけれども、なんかどれだけすごい方でも近くにやっぱりこう臭いものがあったりとかすると、そっちにね気がいっちゃったりとか、それをこう自分に取り入れないようにするように無意識に力を使ってって、で神聖な部分を守るためにやっぱりこううちにね、うちに直して直して、自分で触れれるようなことを忘れちゃったりするんですよね。だからそのコンサートができなかった時とかっていうのは、やっぱりコンサートしたいとかね、アーミーの皆さんに会いたいとかすごく思ってたんだけれども、ね、そうやって思うことが辛い苦しいとかだから、もううちに直してだったんだけれども、まあ、なんかそれがなんだろう、本当に解放されて、あ、やっぱり自分って本当にこれが大切だったんだ、これなんだよこれみたいな感じがすごいするんですよ。そうだから本当に今幸せっていう感じが伝わってきます。最高ってはい、すごいです。で、ホビちゃんですね。はい、 J-HOPE さん見ていきます。はい、あ、 J-HOPE さんっぽいのが出ましたね。まあエゴとね、ミュージックビデオでも道がねありましたよね。道を車で走ってましたし、普通に歩いてるシーンもありましたね。なんか本当にそんな感じの、それがねあのパッと出てきました。で、まあ、J-HOPE さんらしいキュートな花もね咲いてます。フルムーンインリブラファインダーバランス、はい、そうですね。なんかもうこれがね本当に J-HOPE さんみたいですよねステージの上の J-HOPE さんじゃないこれね、そう、いやもう本当にだから自分のあるべき姿を思い出したというかね、これっていう感じもね伝わってきますね。なんかねこうあの危うい場所に立っていて、そこでまあバランスをとっている人っていう感じの意味のカードではあるんですけれども、まあそうですね、ライブのコンサートのステージの上っていうのもまあこのぐらい不安定なものなんですよね。そうだけれども、やっぱりここでこうやってこうパッと手を広げてこうね仰ぐ、天を仰ぐっていうのがやっぱり自分にとってはこうベスト。こんだけこうね誰かが歩いてきた道とかね、こう綺麗な道があったとしても、自分はこのぐらい険しくても不安定でも、ね、足場が悪くても、自分はここの上で、天を仰ぐことが、ね、ベストなんだなって、そう、確かにこう不安定でね、やっぱバランスとるの大変だけれども、ここにいた方がバランスが取りやすいんだ自分はっていうことを実感できる。
だからまあね、平和で安定したね、こうコロナ禍での生活っていうのあったと思うんですよ。まあ、あの仕事はね大変だったと思うんですけれども、やっぱりこうギリギリじゃなくて本当になんかこう出勤して仕事して退勤してみたいなね感じだったと思うんですけれども、そうじゃない、やっぱりこのぐらい、うん、こう険しく、うん、大変な、もうやっぱりね、岩の上山の上のような場所が俺には、うん、やっぱりこうね合っているんだみたいなのを、今やっぱコンサートをねやられたことによって再実感されたっていう感じもねしますね。はい、いいですねで、シュガさんですね。次シュガさん見ていきます。おー、ぽい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 シュガさんぽい、ゴーワイルドフルムーンインレオ、うん、ね、わかりますかね、なんかこうもう言葉にせずとも伝わる人には伝わるんじゃないでしょうか。シュガさんっぽいですよね。ただもうなんていうのかな、本能、王になるというか、なんかね、あのやっぱりこう賞を取るぞみたいな、うん、感じがこう伝わってきました。うん、そう、ただやるだけみたいな、うん、すごいな、本当に言葉にするのが難しいな、伝わりますかはい、まあ本当に落ち着いていらっしゃるんだけれども、うん、本当に百獣の王のように、うん、俺がトップで、うん、でなおかつこう群れのみんなのことを俺が守るし、うん、みたいな、なんていうのかな、本当にこうライオンのような気持ちなんですよね。すごいな、うん、もう安定していらっしゃいますね。めちゃくちゃ力強い、はい、かっこいいな。はい、ちょっとあっさりでごめんなさいね、伝わってくださいで、ジンくんですね。ジンくんの、はい、今、うん、あー、これもぽいな、なんか、はい、 walk through your feelings、 はい、ラストクォータームーン、はい、読めないそう、なんかね、本当にこう風のようにね、こう風がねこうスーってね通ってますよね。まあジンくんはいつもね、Going my way でね、うん、やっていらっしゃると思うんですけれども、うん、なんかより一層解放されて、なんかもう無駄に考えないといけないことってやっぱりこう社会人になるとたくさんありますよね。うん、なんかそれをあの、やっぱりこうね、ソウルにねいるだけじゃ、ソウルにいてこう安定の生活をしているだけじゃ、やっぱりこう考えてしまうだけなんだけれども、こうやってね、やっぱりこう世界に飛び立ったりとか、いろんな場所に行っていろんな人と出会って、いろんなことをしてみたいなね、うん、まあ、遊園地にね行ってらっしゃったりとかありますし、うん、そう、なんかこうもっと自由に本当はいたいみたいなね、うん、なのでまあ考え込みすぎていた、うん、だけれども、それをね、うん、乗り越えられたというかね、やっぱりこう、うん、韓国にいるだけじゃね、やっぱりこう周りの目を気にしてずっとずっと動いていかないといけないと思うので、いくらあのね、それなりになんとかうまくこう生活できたとしても、やっぱりもっとね、こうね、この間の遊園地みたいに普通にイエーイみたいなんで遊んでね、うん、やりたいと思うので、そう、うん、だからなんかそんな感じで、
まあなるようになるんだなっていうことを感じたのかな。そう、でも本当にやっぱりここにたどり、こうなれるまでに、いや本当に大変だったなっていうのがすごいこれでね伝わってきます。今本当に、はあよかったみたいなね、やっぱりこうこれなんだよみたいな、みんなそうですよね。そうね、なんかねこう手に持ってますよね。ああやったぜみたいな、なんかそんな感じがするんですよね。アミボムにも見えますよね。そう、だから長い間待っていたっていうのがねすごい伝わってきます。乗り越えてきたっていうのがね、はい、感じます。で、ナムさんですね、 RMC、 はい、あーすごい木がありますよ。ちゃんと木がありますね、緑色だしね、本当にこれナムさんなんじゃないの。はい、ラストクォータームインタウラス、はい、 Be proud of yourself。 いやーすごい。Be proud っていうのは、まあ、誇りに思う、誇りを持つ、誇りに思う、まあ yourself なんですけれども、自分自身のこと、まあこのカードからあなたに対してって言いたいのでかな。まあそれもありますし、そのナムさん自身を誇りにね思っておりますっていうのもありますし、BTS のメンバーみんなに対しても誇りに思うし、アーミーの皆さん、に対してもその関わってくださってる皆様にね誇りに思っているという感じもね伝わってきますし、すごいな、これ絶対ナムさんじゃんね、椅子に座って木の下で山を見ております。はい、すごいな、この間のねスプで描いたナムさんの絵とこの辺似てますよね。色の使い具合とかも違いますかね。そう、すごい、本当に誇りに思っていらっしゃるんです今ナムさんは。すごいね、やっぱりみんなね違いますね。そう、いや素敵だな。本当にみんなを、自分も関わるすべてみんなを誇りに思っているんですね。いやー本当、BTS のリーダーになってくれてありがとうございます。本当にナムさんがリーダーでよかったよ、本当に。やっぱりみんなね個性がね出ますね。すごいな、面白い。でそのちゃんとねこう色がね、色っていうかバランスが、あるんですよね、すごいな。なんかいい感じのねこうカラーバランスじゃないですか。ね、でそうフルムーン、そう月のまあ満ち欠けの感じも偏ることなく、みんなね結構いい感じにこうバランスなってますよね。フルムーン、フルムーン、ニュームーン、はいです、みたいな感じなんですね。はい、あとはなんか気になることあるかな。前回もねあのBTS 見た時にこれ使ったので、ちょっとこれでね、未来、3枚見ていこうかなと思います。はい、BTS の未来、今後どうなっていくのか。はーい。ああ、素晴らしい。素晴らしいの出ました、全部。まあ、まず、Keep of the Earth。はい。もう、Keep of the Earth っていうのは、地球の守り手、地球を守る人たちなんですよ。
まあつまり本当にもう今 BTS がやられている活動っていうのは実に地球を守っていることなんですよね。うん、もう本当に一人じゃないよっていうことをみんなに伝えているしね、世界はつながっているし、より良くしていけばより良くなるっていうこともね、身をもって証明されている。うん、やっぱりそういうこう地球のレベルを上げる活動をすると、地球のレベルが上がりますし、そういう活動をしている人にね、こう今までのそういう人たちとかね、先祖とか、アセンデッドマスターとか偉人とか、うん、目に見えない人たちとかも、みんなそういう人に味方するんですよね。うん、なので今後もやはりこうそういう活動を続けていかれるとこうね、うん、BTS を手助けするような力がねやっぱりあると思いますし、うん、だから本当にもう これからも BTS は、世界のために、うん、いろんなね影響を与えていかれるっていうのはねすごく伝わります。はい、うん、でねやっぱりこのなんだろうな、もし結構ねセンシティブな内容なのでね発言に戸惑うのですけれども、兵役の話なんですけれどね、まあ行くか行かないかっていうのは本当にまあいろんなあれがあるのでそこはあれなんですけれども、多分もし行くってなってしまった場合、その途切れてしまうので力がね一旦ね、うん、なんだろう、こう光源となっているものを急になんかこう蓋をするみたいな感じじゃないですか。閉ざされた場所にね入るわけなので、だからまあろうそくの火を灯しているのをまあ消すやつあるじゃないですか、こうやってポッて、うん、みたいな感じで、もし行ってしまったら急に光が消えたようになって、うーん、なんかちょっとバランスがね崩れる可能性はあるかもしれないっていうのがね、なんかこう壮大な感じでね伝わって、これはね本当にスピリチュアル的な感覚の話であって、うん、なのでねだからどうなるんだろうって本当にすごい純粋に思いますね。うん、なんか、うん、大切なことだと思うんですよ、もちろん。そのねいずれは、ね行かれる、まあそういうそういうねしきたりなのであると思うんですけれども、なんかこう BTS が成し遂げる前にそれに行ってしまったりすると、国だけじゃなく世界的になんかちょっとねこうバランスが、うん、急に光がなくなったみたいな感覚になる可能性がねちょっと感じましたけれども、だけれどもまあ世界って本当にすぐ軌道修正というかね、修正が入るので、ってなったとしても別に大丈夫なんですけども、なんとかはなるんですけれども、なんかそんな感じがするので、まあ慎重に、進めていっていただきたいですよね、ということですね。なんかこれは BTS だけのね、問題じゃないので、なんですけれども、なんか本当にその、自分たちのこととか世界のこととか思うんだったらちょっと慎重に選んでみてくださいねみたいな感じを、うん、言われてるんですけれども、そんなの私たちがどうこうできる問題でもないのでね、はい、一つの意見として、はい、言われております。はい、で、2枚目がアウェイキングですね。まあ目覚めっていう意味なんですけれども、そう、BTS こういう感じのシーン多いじゃないですか。ミュージックビデオとかでも、幸せ涙でもね、ジミちゃんがぶっ飛んでったりとかありましたし、うん、本当になんかこう、まあ、そうなんですよね。なんて表現したらいいのかな。みんなここにいるって思っていらっしゃるんですけれども、
ね、その今住んでる家のここにいるってね、そういう物質的な現実的な感覚でこうここにいるって思ってるんですけれども、やっぱりこう BTS のいろんな活動をこう通して見ることによって、魂はどこにでも行けるんだなっていうことを感じるというか、うん、なんかこう会いたいと思えばね、まあね、インターネットとかで会えるとか、うん、こう会えているような気分になれるとか、なんかそういう感じで、魂が自由になってなれる、うん、なんかそういう感じの、まあね、になれるような、うーん、ことが増えていく、まあつまりその皆様の魂の、レベルを上げていくというか、まあ夢の中でね、BTS が会いに行ったりとか会いに来てくれたりとかで、ね、みんながこう、あ、会えるみたいなことをね、こう思ったりすると、やっぱりその BTS に会いたいけど会えないしなみたいなんだったらこう下がっていくんですけれども、夢で会えるっていうだけでやっぱり嬉しいじゃないですか。なんかそんな感じでみんなやっぱ頑張ろうとかね、綺麗になろうとか、あとこう自分もやりたいことやって BTS にね、こうお話ししたいなとか、うん、こうなんかこう成功して BTS とね、ちょっと肩を並べれるようになりたいなとか、なんかそんな感じで、うん、なんか皆様をこう上昇させるような、はい、感じにこう手助けされていくというか、壮大でございますね。はい。うん。まあもちろんその BTS 皆様自身ももっと覚醒して、はい、こう上がっていかれるわけなんですよね。だから本当にね、以前も言ったんですけれども、BTS がまあ神になるというか、もうアセンデッドマスター偉人というか、なんかこう本当にすごい人、もうただすごい人になっていくっていう感じがね、します。はい。うん。でもやっぱりこう、まあ人間である以上は、まあ、人間なんですけれども、なんか魂的にというか、うん、目に見えない部分では、もうなんかこの、計り知れないようなパワーをね、持っているっていうのかな。うん。だからまだ今、この現実世界では、やっぱり現実とか、そういういろんな兼ね合いがね、あるから、まだまだこう、難しいことはたくさんあるんですけれども、その辺、それを抜きにすると、BTS は本当に、もう、激ヤバ、うん、激ヤバすご、激ヤバすごすご、みたいな語彙力がなくなってしまうようなぐらい、うん、のレベル、うん、に達していくって感じなんですよね。うん、でもやっぱりそのレベルが高すぎるから、やっぱりこう合わせてくれることもできるんですよね。私たちのような人間の感覚にもみたいな、うん、だからこう無意識のレベル、うん、潜在的な意識の部分では本当にもうめちゃくちゃすごい人なんですよね。はい。だから、アーティスト活動をやめたとしても、BTS は、本当に、これからも、私たちや地球、すべてに、素晴らしい影響をね、与えてくれるっていうのは、もう、出ておりますね。はい。はい。だから、地球がおかしくなったりしない限りは、私たちは BTS に救われます。はい、そう、だから、まあ、BTS のことを嫌だなって思う人もね、もちろんいらっしゃると思うんですけれども、そういう人は、まあ、好きも嫌いもね、同じものなので、もともとはね、うん、なので、まあ、知らないっていうことがゼロであって、好きとか嫌いとかっていうのはもうね、こう BTS に影響されているってことになるので、うん、これから先ね、知らない人っていうのいなくなるぐらいになっていくじゃないですか、多分ね、このまま活動していたら。なんかそんな感じで、うん、どえらいことに、ね、なりそうですね。はい。で、最後のカードですね。はい。レムリアのカードが来ておりまして、レムリアっていうのは、まあ、楽園、この地球のできる前はレムリアっていうなんかこう楽園みたいな、うん、今残されているのはまあハワイみたいな、
感じで言われているんですけれども、だから、まあ、ハワイってみんなこう魅了されたりとかね、行ったことない人でもなんかちょっといいなって思うことはあると思うんですけれども、本当に自然が綺麗で海が綺麗で、まあ、人間もねこうワイワイってしていて、で、まあ、常にねこういい気候、だったりとか、本当に楽園って感じなんですけれども、地球をね、またそのような楽園に戻していくというか、そうやって作っていく、どこにいてもあの全てね、全ての場所が楽園であるっていう風にこう作っていかれている。だからね、あの募金というかそういうね、困ってる人を助ける活動とかもされたりとか、だからできうる限りでね、全ての場所をね楽園にしていくというか、もう、そんな感じで、やっていくっていうのがね、伝わってきます。そう、この世界を楽園にするみたいなね。今後というか未来でみたいな、なんかすごいねスピリチュアル壮大みたいなね、感じで出てしまいました。いかがでしょうかね。そう、なんかちょっともう一枚引いておこうかな。なんかね閉まらない感じがするんですよね。クリスタルカードでいきましょうかね。もうね本当にいつも思うんですけど、 BTS はすごすぎて私の語彙力が足りません。そう、でもねいつかはねこう BTS のような方たちをねこう占えるとかね、そういう風になりたいので、あの頑張ってね勉強しないとなと思います。じゃん、紫、ボラ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 、アメトリン、Make your big dream your big life。 おー、 BTS のデビュー曲のような語呂ですね。No more dream みたいな。Make your big dreams your big life。 もうでかい夢、でかい人生作っていこうぜみたいな。あなたのでかい人生を、ちょっと翻訳も下手ですいません。本当にだからもう欲しいもん全部、叶えたいもん全部、もっともっとでかくいこうぜみたいな、そう、そんな感じなんですね。もうだからまだ行くよ BTS はっていうことをね。まだまだもっともっと行きますぜっていうことが伝わってきました。で皆様にもね、俺たちについてこいじゃないですけれども、でかい夢持って、でかい人生をね、もっとこう作っていこうぜみたいな、みんながみんなねそうやってやっていって、みんながこう一人一人がね BTS ぐらいの活動をしていったらもうどえらいことになるじゃないですか。なのでなんかそんな感じでね、こう循環というか、そういうのね伝えられてきてる気がしますね。ぜひね、見てくださった皆様も、今ねなんかやりたいなって思っていることがねあられる方とかいらっしゃったら、ぜひ BTS を見習って、諦めずに、こういろんなことがあってもくじけずに、もう自分のために、世界のために、もう BTS のためになると思って、こう進めていかれるといいのかなと思います。以上でね、本日のリーディングは終わります。楽しんでいただけましたでしょうか。本当にあのすごすぎるっていうので語彙力がなくて申し訳ないんですけれども。何か、伝わったら嬉しいです。いいなと思ったところだけ、取り入れていただいて、明日のねコンサート、皆様で楽しみましょうね。また BTS リーディングもねしたいと思ってますので、お会いしましょう。それではありがとうございます。さよなら、バイバーイ。